花大好き人物紹介。本日10月5日は朱光水の命日です。彼は明朝三代目皇帝永楽帝の三男で、父から寵愛を受けていたそうです。後の後期帝である長男朱光氏とは仲が悪く、次男朱光区と仲が良かったということで、長男を敗退死するために父に朱光氏のことを悪く言っていたそうです。しかし永楽帝が病気にかかったタイミングで永楽帝を毒殺し、皇太子を廃し朱光水を皇帝にと彼の家臣たちが計画し、その後バレてしまいました。永楽帝が朱光水も関与しているのではないかとして処刑されそうになりました。しかし朱光氏は、家臣が考えたことで本人は関係ない、彼は知らなかっただろうと朱光水を弁護したため許されました。その件により朱光氏とは仲直りをしたそうです。後に朱光区がクーデターを起こし、彼も連座しましたが、そこでは証拠不十分ということで無罪になったそうです。1431年に50歳で亡くなりました。ご視聴ありがとうございました。